でもそういう人が今までもいたかもしれないってことですね。江川さんみたいな人は例えばいないと思います。いないんですか、やっぱり。初めてだと思います。やっぱ人格だったんですね、そこは。人格いかに入団から嫌われていたかってよくわかるエピソード。そういうことですか。だから西本と関係悪いって話じゃないんですよ。記者の方がそういうふうに発表されたので、当時その西本さん選ばれても西本さんと仲が悪くなったりとかはなかった。全然ないんですよ。でもそれもいいきっかけだから仲悪くしちゃったんですよ。面白いから。なるほどね。そこからさらに面白くしたんですよ。沢村賞事件で面白いから。人格が必要なんですね。人格が必要だから。わかりますよ。先行する方が変わったから。ちなみに西本さんは人格はいかがですか。もう全然 OK です。それダメだって言えないでしょ今。確かに。